障害者の働き方には、食品や日用品の製造、店舗で接客や清掃などを行うサービス業など、さまざまな形態があります。今回のクローズアップナウでは、障害福祉サービス事業所で製品作りに携わり、商品を販売するなど、やりがいを持って働く障害のある人を取材しました。平成24年から続く高槻マルシェは、障害のある人たちが作った製品の販売を行い、障害者の就労機会の提供や障害に対する理解を深めようと開かれているイベントです。会場では高槻市内の障害福祉サービス事業所で働く人たちが、お菓子や雑貨など手作りの商品を販売しています。障害福祉サービス事業所のアステルは、高槻マルシェでパウンドケーキやクッキー、オリジナル雑貨などを販売しています。アステルには自閉スペクトラム症やダウン症の利用者が4人働いています。施設内にはカフェスペースも併設されていて、カフェでは素材にこだわったパウンドケーキやクッキーなど焼き菓子の製菓作業のほか、手作りフードやスイーツ、ドリンクなどを作って提供。接客も利用者が担当しています。こちらでどんな仕事をされていますか？カフェでは焼き菓子作りとフードやドリンクを作って提供する仕事をしています。アトリエでは雑貨作りやカフェで使用するラベルやポップ作り、他の施設から預かったリネンの洗濯、マンション掃除などをしています。手順書がちゃんとあって分かりやすいですし、提案したものがちゃんと新しい作業として採用されることもあるのが良いと思います。高槻マルシェに参加して良かったことはありますか？違う場所で販売することが新鮮だと感じます。自分の作ったものが売れて嬉しいと思ったり、お客さんとのコミュニケーションができる良い機会だと思います。利用者の方は普段どのように働かれていますか？はい、アステルでは支援学校を卒業された方のご利用がメインになっています。で、仕事という意識を持っていただいて、将来支援を受けながらできることを生かして自立した暮らしができるように社会性を身につけていただくことを目的とした支援をしています。で、利用者さんも仕事という意識を持ってくださっていますし、支援というのはお手伝いではないので、その方のどこにサポートがあればできるか、その方の強みは何かということを考えて、達成感ややりがいを感じていただけるように努めています。で、マルシェでご自身の作った作品が売れると本当に嬉しそうになさっていますし、次の制作にも力が入っていると感じます。今まで苦手だったこともジグを使ったり反復して練習することでできるようになっておられます。利用者の方が特にこだわって作られた商品はありますか？はい、材木屋さんから出た木の粉が大量にいただいているものがありまして、でそれを使って、化学のりと水で練り合わせた木粉粘土っていうものを使って、型抜きした木製の、キーホルダーをオリジナルで作っています。でそれはもう本当に乾燥したてはザラザラなんですけれども、利用者さんが一つ一つ丁寧に手で磨き上げてツルツルに仕上げて、ウッドリングとかキーホルダーとかそういったもので雑貨作りをやっています。就労支援がどのように利用者の社会参画につながっていると感じられますか？はい、利用者さんお一人お一人の課題は違いますが、将来的にどのような形で社会参加なさった時にも困らないように、または困った時にも支援の要請がきちんとできるようになるために、経験を積んでいただいていると思います。高槻受産事業共同受注ネットワークは、障害者が地域で働き自立した生活を営める社会の実現を目的に活動する団体です。主に各事業所と業務発注先のマッチングや、各事業所へ就労に関するアドバイスなどをしています。
高槻マルシェは平成24年から市内の事業所を集めて開催しています。障害のある方の働く環境について教えてください。はい、障害者が働く選択肢には、一つは企業などに就職して労働契約を結んで働くという一般就労があります。それと福祉サービスを受けながら働くという福祉的就労があります。高槻マルシェは主に福祉的就労にあたる就労継続支援 B 型などの障害福祉サービス事業所が参加しております。最近では福祉サービス事業所が取り扱う商品の種類も増えてきて、障害者の活躍の場は広がりを見せています。どのような業務のマッチング事例が多いのでしょうか。はい、多いのは主に内職とか軽作業、あとイベントの時に配布するような配布品の依頼です。内職でしたら商品のラベル貼りとかありますし、イベント時の配布品でしたら小物とか食品の製造なんかがあります。最近では企業とコラボレーションによる商品開発などの事例もあります。依頼は多様化しています。利用者の就労が広がるように取り組んでいることを教えてください。はい、同じ業務をやってもらうのではなく、利用者様お一人お一人の能力を考慮して新しい業務にチャレンジしてもらったり、商品企画に利用者さんに加わってもらうなど主体的に取り組める環境づくりを事業所様にアドバイスしております。障害福祉サービス事業所エフリオンでは、利用者が描いたイラストをデザインしたオリジナル T シャツ、アクセサリーやミサンガなどを制作し、併設の店舗や他の施設で委託販売しています。イラスト制作は季節折々のモチーフなどをテーマに、一人一人が納得いくまで何度も書き直し、試行錯誤しながら楽しく働いています。利用者は普段どのように働かれていますか？そうですね、ここの事業所っていうのは基本的に決まった作業がないので、皆さんが自分の好きなこととか、やりたいことを中心に作業をされています。はい、最初来られた時は結構何を作っていいかわからないとか、いろいろ不安や戸惑いもあるんですけど、他の方の作業を見られたりとか、私もこういうことを作ってみたいとか、こういう作業してみたいっていうことで、だんだんで、スタッフはなかなか教えるっていうことがなかなかできないので、皆さん自分が作ったものを、またその経験を他のメンバーさんに教えながら、徐々に広がっていくと。なんか自分がちょっと楽しめるかなとか、面白そうだなっていうのを少し皆さんが知っていただいて、それが広がっていってるっていう感じですかね。はい、高槻マルシェに参加して利用者の反応はいかがでしたか？それはやはり皆さん嬉しいみたいです。もともとデザインが好きな方がおられて、そういう方が自分のデザインが商品になって、実際マルシェとかいろんな場所で手に取って、かわいいとかかっこいいとか思って買ってもらうっていうことが、ものすごくご自身自身の充実感にはつながっているかなっていうふうには思います。就労スキルの向上のためのプログラムも実施されていると伺いましたが、コロナ以前は皆さんの、まずは病気のことを知ってもらったり、障害のことを知ってもらったり、そういうことが少し作業所の中でもできるような形がいいのかなというふうに思ってまして、そのための、病気を知る、心理教育であるとかで、少し、考え方がこういうふうになるともう少し楽だねっていうようなことを、少しお話をする、グループで話をしたりとか、同じ体験をした人たちが、自分の体験を話しながら、少し病気や生活のことが、少し、楽になったり過ごしやすくなったりっていうようなことでしてましたけど、コロナになってから少し中止をしてまして、今
少しずつ健康のグループとかいうようなグループは少し始めています。はい、障害者が働ける環境は以前に比べ増えています。ご紹介した2つの事業所は就労継続支援 B 型で工賃として成果報酬が支払われる就労形態の一つです。社会に出て収入を得て暮らすことは自立への大きな一歩になります。障害者の働く環境についてどう思いますか？はい、安定した収入を得るためにはスキルアップをしながら希望する人は一般企業の就労も目指すことができる環境が重要です。そのためにはまずは障害や病気に合った環境でその方の一人一人の能力が発揮できる仕事を見つけることが不可欠です。障害があってもやりがいを持って働ける場所を作れるように今後もサポートしていきたいと思います。また高槻マルシェは季節ごとに開催しております。売上は利用者様の収入にもつながっています。何よりも皆様に喜ばれる素敵な商品を揃えていますので、ぜひ会場に足を運んでいただきたいです。誰もが自分の能力を発揮しながら地域社会の中で生き生きと暮らせる街づくりは市民一人一人の理解と協力が必要なのではないでしょうか。